ご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はクリエーションスプリングトーホールドについて触れてまいります。クリエーションは日本のブルースロックの草分け的存在です。1980年代ドラマプロハンターの主題歌ロンリーハートが大ヒットします。初期のブラックサバス的な先進的なハードロックのスタイルを取り入れ、熱狂的なファンを生み出しました。バンドのリーダーでありボーカルギターの武田和夫は大のプロレスファンで、ザ・ファンクスをイメージして作ったスプリングトーホールドはザ・ファンクスの入場テーマ曲に採用され、プロレス界に衝撃を与えました。その後日本人ロックバンドでは初となるオーストラリアツアーも実現、ザ・ファンクスに負けじ劣らずの活動をしました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はクリエーションスピニングトーホールドについて触れてまいりました。